あぶねえ。強いな。これめっちゃ召喚してくるってことは、やっぱり。In this box。本当にゲームを終了しますか？タマゲリアにはまだあなたの力が必要です。よし、ではアリアクロニクル続きからやっていきましょう。アリーナがねちょっと出てたんで見に行きましょうか。また来たか。何？また挑戦したくなった？このライターっていうのはなんと作者さんらしいですね。作者がゲーム中に登場するという。で、勝ち抜いていくとこの作者さんと戦うことができるらしいです。はい、よしよし、そうそう、そう来なくっちゃ。モンスターたちは準備しておいた。幸運を祈るよ。一応ね、アリーナ入ったんすけど戦ってはないんで、ちょっと初見で戦っていきましょう。あー弱いね、敵は。戦いはまだ続くのか。全然弱いわ。勝てるんちゃう？あ、でもレベルがそこそこ高いか。レベル6か。回避毒がきついな。いけ、当たれ。よし、ナイス。一緒。あーもう普通にそのまま続いていくんや。じゃあちょっと行けるとこまでスキップしましょうか。踊る俺の刃。恥ずかしながら治療をお願いします。俺を強くする。ちょっと何とかしてよ。ポーションでも食べ物でも何でもいいから私に任せてください。踊ってたのに刃振り回してボコスカにやられました。我らの盾が城壁となり、必ず元気を出してください。さあ2勝しましたね。3戦目、もうきついよ。MP が切れてますから、レイス、多分次のダンジョンとか出てきそうやな、こいつは廃城なんで。殺人ウサギっていう名前がもうあかんやろ。うわ、気絶出血。雪かぶる。うわ、バックアタックきついな。私のパルスね。凍傷か。さあ、行く。歓喜の舞しましょうか。これで回復しながら、うわあ死んでいく。みんなが、みんなが死んでいく。攻撃が当たらん。波で前衛を消そう。よしよしよし、いいよ。だいぶ減ったんちゃう。いけそう。あ、やばい、前衛のみんな体力ない。治療をお願いします。うわあやばいな。体がさ、行くわよ。これで良くなるはずよ。順番に復活させていこう。そうですよね、こんなに復活させたらな、いつになったら休めんのかと思うよね、そりゃ。え、これやっぱりアリーナで死んでも死んだ状態になってんの。理想変換中攻撃食らわんないけど、マックじゃないと食らわんのかな。いけるいける、押し倒したよ。3勝達成したけど、これは死ぬな。治療をお願いします。いやー敵の攻撃がえぐい。傷が深いです。うわー、よそ見なんかしてもう終わるなこれ。これレベル6に上げやんとちょっと太刀打ちできんな。次のイベントも6なんで、今回はそうですね、アリーナ戦闘終了。獲得経験値54。あ、一応経験値もらえんのや。わ、やっぱり死んでるやん。あ、万能薬いただきましたね。いや、アリーナでも死んだら死ぬ死なんね。それきつない。聖殿に足を踏み入れたもの、そこ無料にしといてくれよ。懺悔なさい。6250ゴールドいるやん。金ねえて、金。ちょっと金急いで作るわ。よし、あぶねえ。きついきつい、敵強、敵強かったね。あとちょっとでね全員レベル6になるんで、じゃあ今回は結構サブクエストが出たのって
そう、メインクエストここレベル6なんで、今5なんですよね。なんでボスオークか、教団トーテム破壊か、これはまだきついな。あとはゾンビマンモスかな。あ、でもこのトーテム破壊は反復なんか。じゃあ討伐系のこれから行こうか。ボスオーク倒しに行きます。パラディンいるんでね、ちょうどティラが。キャンプファイヤー、かがれ火の周りに。あ、読めない、読めない。アリア様、まあ残念ないわね。ここには特に何もないですかね。そんなに多分何もないんで、またボス戦まですって行くと思います。何かありそうですね。なんか著白海みたいな豚出てきたんやけど。あ、普通にオークやった。あ、こいつらのボスが出てくるってことか。ボスオークやもんな。後ろのモグラが鬱陶しいんやよな。私の番ですね。あいつら恐怖のどん底に落としといて。行くわよ。喜びを感じるわ。ボスオークちょっと気になるの、早く見たいな。必ず王国を。よし、かがり火やっと来ましたね。でね、マップ全部何ダンジョン中のイベントで表示されたんですけど、キャンプファイヤーか、たがり火の数が増えてますね。だいたい1個しかないけど、3つあるで。もうめっちゃ安心よ、こんなにかがり火あったら。スタミナも余裕持って探索できるし、体力もな、MP も気にしやんでいいもん。はーい、休憩しましょう。すぐ休憩。すぐ休憩で、マジで便利。何かが怪しいです。周辺を調査いたします。ボス。だってもうボスもすぐそこやから。お宝です。やっぱりマップが見れんのはマジでありがたい。ここで少し休みましょう。先に上調べてから休みましょうか。怪しい匂いを嗅ぎつけたわ。一度通った場所でも油断はありません。いや、やっぱりパーティー変えた方がいいんかな。マップ把握できるキャラとか入れといた方がいいんかな。便利やもん、明らか。お腹空いちゃいました。何もないんかい。よし、ボスオーク。うわ、手下、手下おる。面倒、こいつ。こいつ面倒。こいつ面倒くせえ。恐怖与えよう。よし。よし、恐怖で動けない。美味しそうな匂い守護する。私の番ですね。なるほどね。まあ、こういうのはザクから倒していくのがまあ定番ですよね。ワンチャンザコ召喚してきそうやって。おい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 、何回攻撃やねんお前。守護の判断。私の番ですね。で、まず直火焼きで多くの照り焼き作っていきましょう。戦いはまだ続くのか。よし、踊る刃で踊っていきます。1、1。いいね、いいね。巨弱っていうの、うわ、やっぱり召喚してくるわ。やっぱ召喚してくる。ってことは、やっぱりボス先に倒さないかんかも。行くわよ。どうしよっかな、くるみ割り人形で。よそ見なんかしてたら、痛い目に遭うわよ。ナイス守護。ナイス渾身。いいよ。うわ、雷の武器、ダルリンゴやん。我らの盾が城壁となり、必ず王国を守る。雷嫌なんやな。感電結構嫌なんや。スキルが使えやんくなるって結構痛いから。いいやけど入りました。アーマーがあいつら硬えな。うわ、感電したか。めっちゃ感電するやん。めっちゃ感電する。うわ、しかももうやられてもうたやん。4か。行くわよ。あいつらのアーマー破壊したいな。アナコンダ出ろ。よそ見なんかしてたら。よし、ナイス、2破壊。うわー、マジ？元気を出してください。元気を出してください。俺は止まるわけにはいかない。行こう、行こう。でもこれさ、もし敵一生召喚してくるんやったらなかなか減らせやんよな。敵の数。反撃。あ、痛い。速攻で反撃してくる。ナイス、ナイス回避。
ナイス回避。鉄の盾してる間はちょっとほっときましょうか。気絶せい。よし、ナイスクリティカル。ナイスクリティカル逆走。ダメージ与えれんのか。銃阻止。銃阻止はやばいな。どうせ効かんやろな。お、効くやん。全然効くやん、お前。私に任せてください。雑魚やったな。よそ見しないでね。所詮は雑魚でしたね。いいよ。巨弱の時もくるみ割りをできるんかな。できた。気絶させて輪切りしたいんやよな。気絶させて輪切り。直火焼きで回避か。戦いはまだ続くのか。こいつじゃないな、今は。どうしましょうかね。まあ、切りつけで出血をさらにね。いいぞいいぞ。反撃。くぅ、反撃か。スキルも使えん。どんぐらいの威力で反撃してくるの。うわ、痛いね。しないでね。よし、歓喜の前喜びを感じる。行きましょう。アリア様を狙う者は誰だ。痺れてるね。アーマーをなんとか破壊したいんだけどね。私の番ですね。全然敵の体力減らせてないな。よった。当たらんね。なかなか当たらんね。まあ、そんなにこいつ自体はめちゃめちゃ火力高かったりってするわけじゃないから。よし、いいよ。私に任せてください。やっと治った。よそ見しないでね。くるみ割りは気絶混乱睡眠恐怖の時ね。恐怖解消されんのか。44も与えれんの。やっとこいい。アリア様を狙う者は誰。よし、これで気絶はないか。私の番ですね。かこれ、みじん切り一回攻撃するたびに反撃してくるとかないよな。ちょっと怖いんで、ボナペます。ボナペりましょう。ナイスクリティカル。3回行動なんか、こいつ。なんか敵のさ、バフとか状態異常も全部解除できるやつあったよな。これか。違うな。どうやね、やんか。アリア様を狙う者は誰。浄化か。これで全効果解除やもんな。うん、すごい。いいね。いいよいいよ。燃やします。ナイスやけど。あ、やっぱ呼んでくるなこいつ。まあ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 減らしたんじゃないですかね。ちょっとこのザコブタ倒すまでスキップするわ。多分攻撃できやんでな、ザコブタに倒しとる間。よし、やっと倒しました。くそ、気絶してたのに。アリア様を狙う者は誰だ。どうしよっかな。化身になろうかな。いや、化身になるより結局全体に効果あるやつとかの方が強いんよね。私の番ですね。これとかね、宴会とか全員回復して火力 1.5 倍になるんで。あ、よかったかもしれん。案外避ける。この豚がなかなかね、身のこなしが素晴らしいんですよ。行くわよ。できればアーマー破壊してほしい。よし、ナイス2破壊。ナイス、アナコンダ。いいぞ。あ、ゴー阻止されるだけで結構ね、もったいないよ。砕けろ。なかなか気絶せんのよな、こいつ。燃やしていきたい。燃やしていきたいけど、体力が少ないんで、ボナペります。前衛回復した時の方が結構回復するイメージですね、ボナペティ。あとは、これで恐怖。ナイス。こいつ、恐怖とかめちゃめちゃかかるんよ。さあ、どう？いいよ。気絶ナイス。行くわよ。あー、コックが来るまでにあいつのターン来るな。なんで、くるみ割っとこう。してたら痛い目に遭うわよ。いいぞ。これは自爆で、自爆でなかなかフィニッシュできるんじゃない。自爆フィニッシュできますね。MP がない。私に任せてください。さあ行きましょう。優秀の美を飾ります。多分倒せる。63やったらいけるっしょ。いけ。ドーン。倒せない。倒せない。嘘でしょ。全然優秀の美じゃなかったね。ちょっと惜しかったね。防御力高かったな。うん、まあまあまあ。でも危なげもなく倒せました。ボスオーク商標。あ、
思い出した、アリーナでそのボスたちとまた戦えるんですよ。なんでこれね、何回でも多分獲得できると思います。ただボスのレベルがね、一番低くて全員レベル6とかやったんで、ちょっと強くなってたんですよ。オッキータルグラップ、いいぞいいぞ、あ、いいぞ、全員上がるんちゃう、あ、全員上がるな。特にスキルは覚えやんかったけど、じゃあちょっとアクティブ特性が増えたな。みんなの見ていこうか。防御耐性を取る、次のターンまでスピード10。あ、いいな。素早さ、素早さ欲しいな。復活、スキルを強化する、強化後 60% が追加で守護。あ、いいな、これいいかもしれやん。浄化者、相手が浮上だとね。どうしよう。斧装備して、あ、何でもいいんか。今なんやっけ、剣回避率上がってんのか。抑止、敵がバフ効果を得るたびに自分は光攻撃、追遊力、追遊力、治癒力ってことは、追遊力ってことやんね。ジェイドも見ていこう。インターセプト、メンタルコントロール別に今いらんよな、そんなに。あ、インターセプトね、これはありがたいんよ、結構。強化、切りつけ、強化後物理ダメージ 100% アーマー2破壊の 75% で出血、順番来るたび物理ダメージ 30%。 あ、いいやんいいやん。昏睡状態から回復するとき、あ、いいですね。切りつけプラスと武器の達人しときましょう。フランチェスカはミスター満足が、あ、いいですね。保養食、あ、これめっちゃ強いな。回復量、あ、回復が早くなる、あ、それもいいな。新陳代謝もありかもしれやんな。やけど状態の敵を攻撃すると追加ダメージ、あ、これも欲しいな。ミスター満足、商売上手一旦外そう。でこの保養食セットして、アリアさんは代理満足、武器の達人いらんな。正味攻撃しやんからな。秘技の渇望強化後、自身にかかった有害効果を解除し、集中してる間スピード上、あ、いいね、これ絶対いる。せっかち、戦闘開始時秘技の力を得る、資源効率っていうのがどういうことかわからんけど、え、絶対いるやんこれ。せっかち一ターン目から使えるってことやろ。めっちゃ強ない、めっちゃ強いよな。ビースト相手追加 20%、回避率上がっとんのはいいよな。熟達、アイテムを使用し 100% の確率で、え、何これ強くない。復活の香料追加で蛇壺、あ、いいな。調教一回外そうかな。ビースト相手として追加ダメージやもんな。ビーストじゃなかった意味ないもんな。復活の香料入れとこうか一応。あ、こんな感じ。アリアすごいいいね。さあ、あとはどんなね、ボスウォークからどんなものができるかちょっと見ようか。徴収効果、光栄に思いな。これかな、著破壊の斧みたいな。魔法攻撃力、雷攻撃か。メイジ、ウォーロック、ドルイド、プリースト、召喚師ってことは、俺のパーティーでつけれるのアリアだけか。アリア通常攻撃しないもんな。もう一個は何か作れんの。オークの紐、あ、ヒットポイントプラス10にヘイト集めてくれんのか。これはありかもしれやんな。フランチェにする、フランチェにするか。防御力っていうあれはないのね。これ獲得経験値プラス10、防御力っていうのはないね。アーマーやね。じゃあこっちかな、つけるのは。オークの紐、なんか強い装備手に入ってないよな。大体もうさあ青以下やもんな。青以下というか緑以下というか。オッケーオッケー。まあこんなもんですかね。盗難品でいいのはないですね。でレベル上がったんで、アップグレードしましょう。うわ、足りねえ。これ何？ミスリブ鉱石。持ってないよ、そんな素晴らしいアイテム。あ、これは上がるな。逆か。何作れるようになったんでしょう。お、
調和の茶。 MP50 回復してメンタルも回復するやん。これめっちゃいいやん。クソ爆弾、クソ爆弾ある。排泄物がたっぷり詰められた爆弾、撃たれると一生トラウマになるかもしれない。あ、敵を追い出せる。あ、逃げれるってことか。一個ぐらい持っといてもいいかもな。何この神秘の神髄って。うわ、三ついるやん。とりあえず作っとこう。聖なる手榴弾、物理ダメージ 100%、 非ダメージ 100%、 80% の確率で気絶やけど誘発、強すぎる。めちゃめちゃ強いな。じゃあちょっとアイテム販売してお金整えよう。まあじゃあ次は多く倒したんで、こっちかな。マンモスイ、マンモスイ倒しに行こうか。何これ、なんかお化けおるんやけど。恨み深い奥さんの霊、不倫されたんかな。え、どうしたん。私は高貴な身分だったの。読めん、早すぎる。ちょっと待て。私は高貴な身分だったの。もうそれを証明する、証明する指輪さえ残ってないけど。え、これはどうしたらいいんや。指輪持ってきたらいいんか。なんかそんな感じのイベントっぽいですね。少し休みましょう。ナイスかがり火。え、あれは指輪持っていくんかな。ここちょっと謎のイベント発生しましたね。ここはさっき来ませんでしたか。さあ来ました、ゾンビマンモス。いやー、あのね、このゲームレベルが1上がるだけでだいぶ戦闘楽よ。うん、さっきも雑魚敵と戦った時に痛感した切りつけプラス杖。見てこのクリティカルの威力。で、浮上はきついな、浮上はきついな。そしてせっかちのおかげで1ターン目から、1ターン目からこれ使えるのめっちゃ便利じゃない。行くわよ。うわー、浄化の呪い、あ、毒混乱、浮上は解けへんのか。これ何、戦争の前、攻撃力プラス3。あ、めっちゃいいやん。前が終わると憔悴、必殺はチャージ率か。え、ちょっとやろうかこれ。あ、自分だけ、全体にじゃないんか。うわ、いいクリティカル入りましたね。うわー、全体攻撃で気絶は痛いな、今の。お、料理への情熱。時間までに料理が作れるように急がなければ。あー、それ以降は憔悴してしまう。憔悴がどんなんかわからんけど。やけど直してメンタルコントロールプラス 50%。いいですね。まあ、焼きましょうか。どうせ弱点でしょう。戦いはまだ続くの。さあ切りつけ、燃えて、私の番ですね。まあまあまあ、まあ、そんなにね、そんなに強いわけではないんで。よし、浮上解除。ネガティブなな、デバフ、デバフ解除がでかいな、やっぱ。いい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 、回避保護、いい回避保護、いいですね。必ず王国を守る。回避保護いいですよ。こいつは何覚えた。対魔法、対魔法結構要塞か。何これ、アーマーを強修理する。あ、いいですねこれ。アーマー破壊されてった時に非常にいいですね。罪の判まで気絶をどうぞ。よし、来た来た来た、気絶状態に輪切り、ドン。強いな、これめっちゃいいな。気絶状態の輪切りめっちゃいいやん。あれほぼ確実に当たるってことやんな。確実やんな、あれ。もう気絶してるもんな。うわ、憔悴してった。あ、ナイス。お前何したん今。うわ、浮上腐食、なんとかしてよ。浮上腐食、アリア様を狙う者は誰だ。審判の一撃で回避しよう。光も弱点なんか、弱点多いな。直火焼き、輪切りが強かったね。気絶をうまいこと使えるようにしていきましょう。気絶使えるの誰と誰 や。よし、ナイス。さあ行くわよ。これで歓喜の前で全員ちょっとステータス上げて、逃げ場はない。いいクリティカル、クリティカルめちゃくちゃ出る。よった、あー回避されたか。いや、でももう結構倒せそうやな。あと53ぞ。まあ所詮雑魚だったということですね。うー、どうしきれやんのかい。今のでフィニッシュしたかったね。いやいや、1レベル上がるだけでこんなにちゃうよ。こんなにちゃう。
マンモスが弱かったんかもしれやんけど、ボスウォークよりだいぶ弱く感じたでしょ。任務完遂ですね。もうすぐ終わった。オッケー。じゃあちょっとね、これが楽しみよ。メダル取った後の何作れんのって話。造形の弓か。レンジャーだけやもんな。毛皮のマント。あ、いいですね。体力増えるやん。メイジ、ウォーロック、ドルイド、プリスト、モン、ホック、チャーマーにもつける。チャーマーにつけようか、これは。じゃあ、買います。チャーマーに、よし、マンモス。何これ？琥珀の指輪、こんなん拾った。あ、攻撃力プラス、え、強ね。待って、一番火力高いんちゃう？あ、そんなことない。でも、パラディン、ティラとかと一緒やで。火力高いな。え、次のレベルまでが経験値異常なんやけど。あー、まあ、これはね、経験値が、なかなかもらえないんでね。レベル上がったらそら楽になるわな。いろいろスキル覚えたり。だからそんなにめちゃめちゃレベル上げれるわけじゃないかも。うん。まあ、その分ね、敵のレベルは進むごとに1増えていくんで、なかなかこう、サクサクとは進めないゲームかもしれないですね。結構こういうサブクエストとかを消化してレベル上げていく感じですね。では行きましょう。ブローチの誘導。これね、手のひらで踊らされてる感半端ないんだよ。